こんにちは。昨日食べたアイスクリーム、昨日ですね、半分残して冷凍庫に保管してたんですけど、今日食べるぞと思って冷凍庫からアイスクリーム出して、よし食べようって思ったらですね、右手にね、箸を持ってましたね。箸はね、ちょっとね、食べづらいんですね。僕は普段、皆さんもそうだと思うんですけど、アイスクリーム食べるときスプーンで食べるんですけど、なぜか箸持ってましたね。これはね、老化現象ですね。はい。そしてその後、気を取り直して、シャワー浴びているときに、シャンプーしているとき、なんか取ろうと思って、目を開けたんですけど、シャンプーがですね、目に入って痛かったですね。シャンプーの泡とかがこの辺に来てたりとか、こう普通はわかるんですよ。今目開けたらダメだな、シャンプー目に入るな、普通わかるんですね。でもですね、なんかわかんなかったんですね。普通に目バチッと開けたらシャンプーがバッと入ってきて、目に染みて痛かったです。これはね、あれですね、こういう、そういう感覚、皮膚の感覚とか、そういうのがね、失われてるっていう、こう老化現象ですね。で、その後、上がってですね、髪乾かすときに、メガネを、こう、なんでしょう、こう、メガネ取ろうとしたんですよ。それで、こうやってやったらですね、メガネしてませんでしたね。私は何をしようとしてるの、メガネしてないのに、こうやってメガネ取ろうと、あれメガネしてないじゃん。これはですね、メガネ普通ね、かけてたらわかるんですね。メガネ外したら僕見えないですから。見えない状態なのに、メガネしてると思って、こうやってしまうっていう、取ろうとしてしまう。これはですね、ちょっと幻覚も入ってますね。まあ、幻覚っていうのはちょっと、なんでしょうね。その見えてないっていうことは眼鏡してないっていう、そういう認識が脳みそができてないんですね。これはですね、老化現象です。間違いないです。はい。というわけで今日はですね、老化現象が連発でしたけど、パラディドル、脱初級パラディドルやります。まず、パラディドルの僕のやり方、いきますよ。右、左、右、左手ダウンストローク、左バーン、左、右、左、左。というようにですね、このアップストローク、ここ、右、左、右。練習するときは、テンポが遅いときも、このアップストロークを気をつけながらというか、やりながら練習してます。できるようになったらテンポに落ちて、ちょっとアップストローク始まるの遅くやってる。こういう感じでもいいと思うんですけど、練習の時、特にスピード上げたい時は、スピードが上がった状態の動きをスローモーションにした形で、ビヨーン、スローモーションみたいな感じで練習して、それで少しずつ上げてきます。でですね、脱初級のテンポ発表しますね。今日はこのいわゆるノーマルパラディドル、右左右右左右左左の、形での脱初級、それはですね120 1 2 3 4、あ、間違った、こうですね。はい、ちょっと今入りがちょっとあまりにもいい加減すぎてすごいずれてました。もう一回やってみますか。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、これ脱初級テンポして、練習パッドでできたらできたじゃなくて、スネアで、本物のスネアドラムで叩けるようにしてください。練習パッドはすごく上手に叩けるんだけど、ドラムセットは全然ダメっていう人がたまにおりますので、
僕は昔そういう人を、まあ本人も言ってましたけど、練習パッドプロと呼んでました。練習パッドでやるとすっごい上手なんだけど、スネアでやったりとかドラムセットでやると全然できないっていう人がいましたけど、練習パッドプロと、自他ともに認める練習パッドプロがいましたけど、まあその人は練習パッドプロだったんですけど、本物のプロにもなりました、ドラムのね。だからまあ良かったんじゃないかなと。練習パッドでもプロ、生ドラムでもプロ、素晴らしい。それでですね、あと2つ初級パラジェル、これ形できただけじゃなくて応用も含めての2つ初級なんですね。右手のアクセントフロアタップドーン、左手のアクセントスネアの上のタンバーン、これをドン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 、これも120できるよ。これですね、注意点があって、まず右手フロアタブバーン打ったら、戻しはこう上げないでこのまま平行で持ってきてトントン、左手バーン打ったらもうこの時点で高いですからね、このままこう持ってきたらタムからこのまま戻ってきたらもうバーンってでっかい音スネアになっちゃいますので、こっから戻ってくるときにこうしてトントン、こっから直線でこの構えるここのポジションに直線で来てください。して2個ドン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 、これができて脱初級120と、右手ハイハットもしくはライドシンバルで、リズムパターン、足のパターン、ドンタンドットタン、ワンツースリーフォー、ドンタンドットタン、ドンタンドンドンタン、ドンタンドンドンタン、ドンタンドンドンタンタン。あと2つ、これ口でバスドラのパターン言いながら叩くのなんか面白いですね。ドンタットドンタン、ドンタットドンタン、ドンタットドンタン、ドンタットドンタン。はい、次ドンタトンとタン、ワンツースリーフォー、ドンタトンとタン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 、タン。この3つ、これ今ちょっと思ったんですけど、口でバスラドンタトンとタンって言いながらパレードル叩くのちょっと難しいです。つられそうになります、手が。ドンタドンドンの時にちょっと右手がドンドンっていきそうになりますけど、まあいかないようにやってみてください。このようにですね、手でまず120、そして、簡単な応用ですけどタムに応用して120、してリズムパターン、応用してこれも120、これで脱初級かなと、思われます、僕の中では。まあ、別に初級だろうが中級だろうが上級だろうがね、知ったことじゃないだろうって言われればもうそれまでなんですけど、一応こう気にする人、初級中級上級って一応一つの目安として、使っていただければいいかなと思います。120です。さらに速いの目指すときはですね、ちょっと振り方、特に右手こうなるんですけど、ここで完全にバキッとこう握り切っちゃうと次への動きが遅れちゃったりするんで、僕の場合ですよ、僕の場合は握らないでダウンストロークで、ここ握ってないんですよ、こう隙間あるんですけど、そしてここから2個っていうやり方、あとね、まあちょっと分かりやすい言い方で言うと、一振り3打の頭アクセントみたいな、タンタタタンタタでタンタタで一固め、タンタタ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 、その時もこう握らないですね、このタンの時、タンタタ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 、この打った衝撃をこう逃がす感じ、逃がすって難しいですね。ここでもうすぐ力抜けてる状態して2個タンタタタン、ここまで練習してタンタで、今度左手も、それで今度一固めタンタ
こうやって少しずつ増やしていくといいかなと思います。あとまあ右手だけの練習はタンタタン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 、あの過去の動画何個かパラディドルの動画で出てます。ちょっと今ここにパラディドルのその動画を参考までに出てるはずですけど、よろしければご覧ください。そんな感じで今日はですね、脱初級のパラディドル編でした。ありがとうございました。